11月22日、野田総理は2回目の来日となったイラクのマーリキー首相と首脳会談を行いました。イラクは中東、北アフリカ地域諸国に先んじる形で民主化を進めたことを高く評価をいたします。日本としても援助国会や日本資金協力、技術協力を通じてイラクの発展に寄与できたことを誇りに思います。これに対しマーリキー首相は、円借款や自衛隊の活動など日本からの支援に感謝の意を伝えました。今回の首脳会談では貿易保険枠組み協定の署名やイラクへの日本企業の投資を優遇する投資協定について大筋で合意、また共同声明では今後特に経済分野において協力を強化することを確認しました。そして大規模インフラ案件に日本企業が参入するため新たなファイナンススキームの議論を始めると決定。さらに、複数の油田などの開発について、対話・協力の促進を再確認したことなどを盛り込みました。さまざまな分野での両国のパートナーシップを新たな段階に引き上げたいと思います。両国は来年に貿易関係や教育、文化、科学技術など幅広い項目を議論する、日イラク合同経済委員会を開催し、さらなる関係強化に努めていきます。